ララ、ご飯だけだよ。はい。あ、大使さん、私ちょっと手が離せないのでご飯よそってもらってもいいですか。おう、任しとけ。シャア専用ご飯。それではいただきます。また赤飯、赤いご飯。だってほら、シャアが炊いたご飯だし。もうおめでたいわけでもないのに毎日毎日お赤飯じゃ胃がもたれます。え、ララーという日はいつでも特別な日なんだ。だからお赤飯炊いたんだけどな。あ、大さん、きんぴらいる？うん。